さあ準決勝がスタートになります。さあまずは斉藤選手ヘッジを切ってきたということは痛み動いてくるでしょう。白マナが出るどっちですかね、神谷記載点からあとはまあ小田子がいるのかな、まあ教訓優勝から小田子サリアでもいいですからね、さあ教訓優勝この駅のキーパーって簡単にパワー5とか6までいきますからね、こいつは、すごいパンチ力ですよ。土地置いてんだあんた。さあここでサリアがいると相当嫌な展開になる、ショックインで、ないのかな、ないないのかな、んだ、貴族の教師でまずはカウンターが1つ取ると攻撃ですか、ってことは3秒含めて3点、サリアないなさそうですね、受け入れの道だけ、これは、まあ、確かに属性は3段目ですかね、まあ、エンジンとかなければエンジン指導というか、全然この勝ち上がりでもまあ問題はないといえばないですかね。影山選手一体サイクリングしてここで何が出るか、そうですね、小田子サリアクラスが出ないと少し危ないですね、サイクリング、サイクリングで特徴で一気にやられるかも、でも黒マナも来たんで小田子っぽいですけどね。さあここでサリアの復活、おー攻め切っちゃおうと、さあこれで一気にクロックが上がっていきます。3尾で5点と、すごいことよくすごいさすがいきなり教区の人が 4-4 ですね、すごいですね。あでもこれで斉藤選手ルッケーの道がちょっと溜まっているように見えますね、2枚ぐらいありそうですよね。そこでオサムシが来て、それは3ターン目イビングエンド打てなければ問題ないんですか、まあ、確かにもち3人ならまあルキューの道で一度が使ってもいい、そういうプランですかね、まあ、あわよくばこのまま殴り切っちゃおうと、まあ盤面のクロックだけでも、まあ、今すさまじいですからね、12点は削る、まあ、最悪か2枚いれば12点削れるでしょうけど、そうですね、手札によってはもう一気にここから12点持っていくということも考えられますからね、全然できますからね、これ一気あったら、土地がすごいですよね、もうまだ土地ばっか置いてる、白黒ランドの次に緑青ランドで次が緑なんかですね、ものすごい色のベースですよねこれですが、ここで誠にフルタップしてしまうとルケーの道が打てずに逆転ということもありますからね、まあ、持っていく方的にはカマキの乗り手っぽいですけどね、まあ、墓地のメンバーが飛行がいないから一応リビングされてもルケーカマキ乗り手って動ければ突破できるかも、攻撃の準備してるぞ、攻撃するんですかね、さすがにそのコンバットダメージではまあ全然届かない気は、6点ぐらいですかね。さあここでアタックに対して攻撃突発、ここで続勝がうん、セルスですね、セルス解決したいです、まあ仕方ないでしょうかね、ああそうスタックですね、セルスがスタックで最中にサイクリングするとそれも返ってくる、なるほどちょっと変なポイントですけど、さあさらにフェアリーの見物も手札から捨てて、まあ、ちょっとでも増やしていこうということですかね、ああそうか、サイクリングを先にしちゃうとセルセイが3年引き込む可能性があるんで、続勝から入ってセルセイが見た後にサイクリングすると引き込まないんでしょう、なるほど、そういうテクニックが始まりました、ね、ちょっと可能性が下がるんですね、そうです、ああこんだけ帰ってきてしまったらさす
さすがに、しかも飛行もいますからね。うん、意味物が飛んでるのはちょっと言ってほしいですよね。ライフ15だと死んでますかね。カマキの乗り手でも10点は削れなさそうだな。これはリビングエンド側もかなり完璧な感じだったといったところかな。反射魔導士若干生き残ろうとこれ反射魔導士程度ではさすがに、そうですね、このメンバーは止まらなさそうだけどな。まあそうでしょうね、全員国勢でしょうね、うん、ここは、うん、先生の小杖からルケの道セロは一番大きいところに打っていきますね、うん、特にそうですね、まあ、一応リビングの基本知識は少ないですからね、うん、中の打ってれば一応動かなくなるはずですけど、勝てる目とすればここで何も来なくてカマキの乗り手副官アタックすれば死ぬかな、死なないか、それと7点が限界、反射魔導士流刑とかすればまあ耐えれるんですから、それで耐えるしかないかな、そしてこれ全部食らうしかなくて、うん、9点使い方これで10点か、これで一応反射抜けとかしてなすれ違えれば、うんうん、まだギリギリ耐えれるかもって、うんうんうん、まあ、ギリギリですね、かなり、うん、早速押してここでライフは4と4ですかね、まあ、カマキだったらフェイで意味物を止めて4を止めて3を食らって7と、そこから削りきるのかな、そこで小さな小勢を削りきるドローですね、またこのドローにかけてる感じですかね、ドロー苦しいですけどね、あの小勢のドローぐらいではこの状況は解決しえないと思いますがね、あ、まあ乗り手でしょうね、乗り手、乗り手はとりあえず攻撃できますね、で攻撃して、まあ、まあ見た目1残ってますね、一応攻撃カマキだけアタックしてオサムシをブロック、イモノをブロック、3をする残り1なんで残りはしますが、7は削れるかどうか、あれは、見せずに、なるほど、これだ、まあ一応これでもライフは残りはしますかね、そうですね、意味物がブロックされずに、まあ、2位残る感じですかね、残れば、まあ、そうか、すみません、今コメントにあったんですけど、これ氷の悪霊だと沼渡ってる可能性がありますね、沼渡ってますね、これね、あ、神の木祭殿なるほど、あ、沼、確かにそうですね、あーとなると5点入るのか、あ、これ飛行と沼あたりで5点か、決まった感じですかね、決まったかな、なるほど、まだ気づいていればですけど、そういえば忘れてましたね、気づいてるかな、確かに、あ、さらにフニルの魔人を出してとどめと、これで、あ、でもブロック忘れてますよ、やっぱり忘れてますね、あ、なるほど、神焼き祭殿のこと忘れてるのやっぱり、そうですね、あ、そうですね、これはまあまあまあ、まあ、気がつかなかった場合は仕方ないですけど、両者気がつかった場合っていうのはそのまま解決されるはずですからね、まあ、本来はこれで負けてましたね、そうですね、
確かに確かに今沼渡りしてですかね。まあまあ、ここで投了ですね。一緒でしたけど、うん、そうですね。さあ、まず準決勝1本目は影山選手が勝利となりました。さあ2本目がスタートです。人間はキープ、ね、人間キープ基準めっちゃ失敗ですからね、うん、もう駅便、薬便もあっち、うん、教師もあるし勇者もあるから、うん、キープものすごい人間ってラグなんですよね。土地もほとんど地獄ありませんからね、うん、そこは人間魅力ですよね。こんなに色があるのに、まあ、常に安定して戦えるデッキであるということですね。事故がないですね全然、うんうんうん、まあ、先の状況になりやすいですけどね、うん、若干引きとこ勝負ではありますが、うん、うん、さあ影山選手ワンマリガン後の手札をキープと、うん、さあ魂のドックスから教育の勇者人間ぐらい指定した方がいいんじゃないですかね。あ、言ったのかな。人間とは言ってると思いますね多分ね、はい。で、サリアですかね。何でしょう、あ、言ってさっきの反省生かしてまあここは不可能ですけどね。別に全然不可能で一気に行っちゃうというのも。さあここで教育の勇者橋の巡礼者とで一気に4点。早いですね。あ、これは早いですね。これは早いですね。サイクリングをすると、まあ、なんか赤のサイクリング、まあ、セロトンですかね、うんうん、あ、サムシか。これは意外と予想外だったか、うん、イベントエンド側としても。さてここで蓋できればこのまま殴り切れそうだが、副官かな。お、ホダコのコスメトリー、これでいいですよね、真空の中で、うん、これがまた人間なんですよね。これ本当当初弱いって言われたんですけど、使ったら全然強いですよ。飛んでるのは本当にすごいですね。中華カジリですかね。しかしクリーチャーではないカードがないと、全部クリーチャーと感じですね。全部クリーチャー、おー、すごい強いファンドだな。さあここでもちろん追放、レストインピース安らかなる眠りで、あいつが攻撃で3ビット込みですから5点ですかね。これは次のターン死ぬかもしれませんね。これはかなり厳しそうですね。すごいな、まあ、一応セルスで打てれば全員流せるんで、うん、ゲームにはなるんですけど、リビングエンドがキープ2戦目すごいですね。いつも後手のキープがサイクリングをしていきますが、これは安らかなる眠りの効果で墓地にはたまっていかないと。やっぱさすがに強いですね、このカードは。さすが安らかな眠り。まあ、先ほど松田選手がおっしゃった通り、はい、まあ、ステルスはここから打っていったん流すか、もしくは獣ですかね。獣でもライフが危ないですね、ちょっとね。もう危ないですからね、うん、一度流せればね。しかし中華カジリ、あ、確かにイザバエルがありますからね、カジリで。もうほんとテンポ遅くって感じです。まあ、5手4差どころかですかね。あ、計算してますね。これ多分何もないから計算して死なないかなとは言ってますね。うん、まあ、一応見た目死んではいなさそうですけど。そうですね。見た目は7点ですかね。副官が来た瞬間に負け系ですね。一気に、例えば4点分増えるんですかね。11点。いや、5点ですかね。あの、教育レーションで誘発プラス負荷に誘発するんで、逆に2個乗るんですよね。ああ、サイクリング、まずはダブルシナジーですかね。すごいパッと乗ってたね、カウンターが。まあでも副官なければ耐えれる。あ、エンドしましたね。1残ればまあリビングエンドで流せるだろうという。さあここで集合した中隊、おお、これはものすごい数が来てしまう可能性がありますね。この強行者やっぱすさまじいですよね。すさまじいですね。さあどこまでパワーアップするか。サリアの風間がいたら一発でゲームセットだぞ、うん、どう。あ、教区の勇者2枚から、あ、じゃあ失礼しました、貴族の教師が2枚ですね。
あ2枚そんな強くなかった。これもすごいですけど、これで、9点2。フェッチがもう1回しか切れないな。サリアの副官だったらゲームセットですね。ゲームセットですね、負けましたけど、フェッチを切って1になるしかないですかね。これはまあこれ1個のフェッチはもう切れませんけどね、1にしてしまえば。あ、まあ先にサイクリングをすると、確かに1にしてしまえばイブンゲンドやらせてもカマキリで襲っちゃえば勝ちですし、これはかなり苦しくなったな。土地を切るかどうか、まあ切るフェッチはさすがに切らざるを得ない気がしますけど、ね。まあ、基本地形は多分沼しか入ってない、沼と山しか入ってないんで、きっと、あ、森も一枚入ってるけど、でも森でサイクリングできるやつないんですよね。緑1サイクリングってあのデッキに入ってないはずですから、まあ、タップインせざるを得ないでしょうね。そうですね、これでタップインサイクリング回数が減ってしまって、結局ギビングエンドまでたどり着けないかな。あ、打っても残り1ですから息も大大ですけどね、それでもなんとか探すしかない。さあ引いたのはおそらくちょっとうちにいる獣に見えましたね。獣ではこのダメージ量では無理でしょうか。まあ3匹じゃないですね。キトゼネコ、まあ、キトゼネコ自体が攻撃してきますから、まあ一応サイクリングする。あ、投了ですかね。投了ですね。そこで投了ですね。仕方ないですね。さあ斉藤選手が1本取り返して、これで1位と。さすが強固の勇者すごいですね。すごい、あいつの攻撃だけで17点ぐらい積みましたね。さすが立ち打体型は爆発力がありますからね、一気にゲーム決まる、そこが魅力ですよね。で、ダルマさんか先手かな。フラットクリフトを置いて、こうタップインゆっくり立ち回りだね。人間側はヘッジを、でここでランドイテンド、ゆっくりしたゲーム展開になったな。今回は一発目の強くの人はなかったですね。そうですね、マナクリちゃんマナクリちゃんはなかったですね。結構オーバーハンドだったかな。まあリビングの側もサイクリングなく、まあライフ、まあ、タップイン、まあ、ライフ大事にやっぱしようかなっていうんだったんでしょうね。さすがにサイクリングしてる場じゃないなってちょっとゲームスピード遅めなきゃまずいなっていう感じなんでしょうね。そんな仕方ありませんね。2ターン目の人間側はこれは何だろう、ミドアオランドということは白があるのか、サリアですかね。そこでホダコのハスパジリ、これも黒、すごいマシンのすごいな確かに確かに。さですが、戦慄が、まあ、2枚あるんですね。さっき属性隠したのこういうことか。これ戦慄奪って、こいつがやられた時に属性して属性は強制的に取られるかってことですよね。要はこいつがやられて属性カードを取られて属性を倒して場を離れて属性を勝手にしちゃうのか。ユインゲード2回しちゃうと墓地が入れ替わって意味がなくなっちゃうじゃないですか。そうですね、まあ、おそらくこれは追放するだけなので手札に変えるのかな。いや、リビングエンドプレイしないです。こいつで今属性カードを奪って、でリビングエンド系のカードは属性をもう一回打ってあのカードを捉えられるんですけど、クリーチャー場にいなかった場合はそのまま追放されるプレイできない状態で追放されるはずです。その後属性が始まってリビングエンドを見つけるんですけど、プレイするかどうかは2位なんでプレイしませんって言えるんで、こいつは、あ、こっち違うのかな、こいつ。そうですね、多分あの手札に変えるかと思うんですけど、まあ手札に変え、手札に変えるのか、まあ、とりあえずちょっとゲームに戻ります。はい、ここでおそらくサイクリングしていくのかな。そうですね、はい、そして取りに来るんですね。じゃあもう何かにないな、ということは。ここで、まあ、でも続勝するには、でも手札にステルスエイがあったんでステルスエイは連発できないな。
ちょっとサイクリングカードが足りていないような感じですね。先ほど倒れてからね。そうですね。サイドイン過ぎたかな。さらに2枚目。叫び王者でもいますね、うん。いつでも解放はできる。あ、いや、黒いカードか、こいつ。黒いですね、こいつ。なるほど、これ。これは神谷の系ですね、これ。すごい。逆神谷ですかね。神谷ですね、これ。これは、確かにサリアだと思って、あれをキープしたら黒いクリーチャー。なるほど、なるほど。なるほど、こんなことが起きるのか、確かに。すごいね、あのカード。さあ、ちょっと土地が多いですが。斉藤選手この隙に一気に決めたいですよね。そうですね。これ攻め切れればかなり勝てそうですかね。あー、これはなかなか、あー、でもいない、何もいない。2点しか与えれず。さあ、そして教区の勇者、そしてサリア、あ、さあ一気に展開してきましたね、うん。なるほど。まあ、サリア自体はさっきの先の王者勝利するんでしょうね。うん、ね、ただとはいえといった感じですね。そうです、ね。うん、まあ、条件によってはこのまま素出ししてブロックってパターンもあり得る場面ですからね。こんなにまだ15とはいえ強力な勇者が危険ですからね。ハンド4枚、うん、副官ら辺を引かれるようならそのまま人間のホダコはすごいなあのまま黒い人間っていうのもね、なかなかまさかの除去体制ここに来てこんなことがあるなんて、こんな噛み合いが。リビングエンドに対してはこの除去体制相当強烈ですからね。そうですね、抜けるよう裏側で4枚入れたらまさかこんなやつが出るなんて、まあ存在してるでしょうけど、こんなことがダメージを計算しますね。さすがにサリアを倒さないとゲームが立ち行かない気がするんで、サリアを倒すでしょうね。先にサイクリングか何かするかな。サイクリング1回ぐらい挟めるでしょうが、うん、サリアいるんで、ここで今シセルセイを引いてしまったように見えましたね。シセルセイを引いてしまうと、シセルセイはおそらくデッキ3枚なので打ってないですね。ちょっと怖いですね。これだとかなりですね。こうなっちゃうと、そこでそれを引いてしまうと難しいな。あ、ここは強化の勇者を動かしてきましたね。5マナあれば一応続章リビングエンドで打てますからね。まずはクロックを下げようと。だっつかね。まあ、なくはないでしょうね。強力連射は凄まじいパワーですからね。さあ、カマキが乗り手。ああ、打点を一気に増やして。これで7点。おお、さすがカマキリ。一気に射程圏内まで。ちょっと今ね、手札にサリアの負荷見えたんですよ。つまりここで決めないとちょっとかなりゲームセットの確率が高まってきてますね。最終ターンと。なるほど、これは、いや、まさかのほどこのカードのせいでこのカード強いですね。まさか色が黒いおかげで、そうですね、まさかそんなことが来てしまったわけですよね。これは、あ、ターン返しましたね。まあ、一応確かに続章構えてるぞというふうにはできますから、うん、まあまあまあ、でもそれでもね、出すでしょう。勝つなら、あ、まあ、まあ、どうなるか迷いますかね。普通に私残り1でもまあ確かにいいと言えばいいけど、ここはかなり斉藤選手としてはちょっと怖いですか。そうですね、やはりちょっと慎重になる場面ならざるを得ないですね。駒立ててエンドですって言われて俯瞰出して、仮に、ね、突発があった時に出しましたね。もう仕方、割り切っていこうと、カウント乗っけていいですかと
だとおりしますと、あリビングなんですよね、ハンドだと、あまあ仕方ないんですかね、うん、はい、というわけで第10期モダンシン挑戦者決定戦のフィーチャーマッチ準決勝は斉藤智也選手が勝利しました。おめでとうございます。